電気に本気思い通りに動くとイエスよっしゃ。目に見えないもので大きいものを動かすっていうのにロマンを感じたので、電気に本気電気に電気に電気に本気。東北大学工学部電気情報物理工学科は多様な専門性を育む6つのコースがあります。ハードからソフトまで幅広く学び、専門性の基礎を作るとともに、最先端の研究に触れることで自分に合った多様な進路を選択することができます。中でも電気工学コースは電気エネルギーの発生、輸送や変換など様々な応用分野にわたる研究開発や、それに必要となる高性能な素子デバイス開発、そしてそれらを統合して運用するためのシステム技術を総合的に学ぶコースです。近年 SDGs 課題など様々な方面で議論されている地球環境の保全とエネルギーの確保・利用の両方を達成するためには、電気エネルギーの活用技術が大きな鍵を握ります。本コースでは電気エネルギーに関する知識や最新技術を総合的に学びながら、地球環境とエネルギーの発生・消費が調和した社会の構築に必要な能力を身につけ磨くことができます。私が今研究しているのは、電力システムの分野なんですけども、比較的経済的な話をしております。人間の意思決定がその数式に反映されているんですけど、なかなか経済的なところっていうのはすごい議論的で、それがうまく結びついて、こういった状況では影響が出るんだなっていう発見があった時は、面白いっていうかやりがい感じてます、ね。本当に楽しいからっていうところは一番ですね。本当に自分が電力システムと経済システムを研究できる一番いい場所だなって思ってます。地中送電線の劣化に関する研究を行ってます。何か少しでもちょっとこう成果が出たり、なんか 10% でも 20% でも何かこう成功って言えるものがあると、それがこうすごく成功体験として嬉しかったんですよ。似てるんじゃないですか。研究も、人生もやっぱ先が分かんなくて、何かしらのこう先人の道しるべみたいなものはどっちもあると思うんですけど、その道を合ってるか間違ってるか分からないけど、とりあえず進んでみるっていうのは、似てるのかなと思います。例えばスマートフォンの中でも受動素子としてコイルのぐるぐるした導線の中に鉄芯を入れるんですけど、その鉄芯が磁性材料となってまして、ここの研究室でしたら微粒子という形で磁性材料を作っていますので、加工もすごい簡単となります。楽しいです。まだまだ測らないことも多いですし、難しいこともたくさんあり、日々学ぶ中なんですけども、良い結果が出た時はやり遂げた、やってやったって気持ちが強いです。私の研究は電気エネルギーを、いかにもどうやって推進エネルギーに変換するのかっていう研究しております。私の先生、高橋先生が現在推進効率数が世界ナンバーワンになっています。この研究の一番、やりがいと感じるのは世界一になれるところです。先生の知識を生かして自分を世界一になれるチャンスがあるっていうところです。電気自動車に使われている部品というものの、研究に取り組んでおりまして、人々が楽しくなるような電気自動車を作りたいっていう思いと、それに合わせて消費電力をちっちゃくしていかなきゃいけないっていう、この2つのトレードオフを向上するということを行っております。
実際に自分の手を動かすっていうところが一番楽しいんですね。単純にやっていてすごい面白いって思うのと、社会的に今後役立っていく技術をその自分でやっているんだっていうところでは、やっぱりそのやりがいっていうのを感じていますね。簡潔に言うとモーターの研究をしております。モーターにももちろんいろんな種類があります。で、一般的にその電気自動車使われているモーターっていうのはその磁石が入ってるんですね。すごく高級な、レアアース、レアメタルなんて呼ばれたりするんですけれども、ただうちの研究室では、鉄道銅だけで磁石使わないで車を動かそう、でその制御の研究を僕はやっているんですね。僕が思う電気の面白さっていうのは、やっぱ目に見えないところに、実際にコントロールすることで実際に目に見える例えば車輪だったり、目に見えないもので大きいものを動かすっていうのにすごい、面白いなっていうかロマンを感じたので、この研究をやっております。VR 酔いを軽減するための研究を行っています。今後 VR の社会進出であったりとか VR の家庭利用っていうところに対する貢献っていうのを今後行っていきたいと思って研究をしています。前の先輩からこう引き継いだ装置っていうものがどうしてもこう異常な挙動をしてしまう場面が実際こうあって、3週間努力していた結果課題点を発見することができた時はよっしゃーっていう気持ちがこう一番分かりやすいのかなって思っていて、こうガッツポーズをしてしまったぐらいに嬉しかったなっていうのがありましたね。熱を使ったがん治療というのは一部導入されているんですけれども、私が研究している方法では磁気を使って熱を発生させます。祖父がちょっと亡くなったタイミングと、姪っ子が生まれたタイミングが一緒で、その時に病室で見たのが医療機器で、ゆりかごより前から死ぬ直前まで人の生活に関わるのが医療機器だなというふうに感じたので医療分野に興味が出ました。自分がやっていることが今後どういうふうに応用されていくんだろうとか、どういう、価値があるのだろうかっていうのを考えたときに、やっぱり価値を感じられるので続けてきてこられたんだと思います。現在は再生可能エネルギーを目いっぱい使うためにエネルギーを貯めたり出したりするっていうエネルギー貯蔵装置の研究をしております。結構水素っていうものは結構最近エネルギー業界の中でも注目を集めている部分なので、今こう発展途上の部分にこう自分が関われているっていうところも自分としてはやりがいかなっていう感じでいます。環境問題とか結構重要な課題をこう解決できる一つの役割を果たしているっていうふうに自分は考えているので、今自分がこう研究しているシステムがこう日本中とか世界中でこう実際にいろんな方々に使っていただきたいなっていうのが夢ですね。我々 の電気工学コースっていうんですけども、多様な分野の研究とかですね、それから知識を得ることが多分できると思います。自分が学んだ基礎的な知識を、ある研究テーマあるいは課題を解決するにどういうふうに組み合わせて使っていくかっていうのを、だんだんと理解して自分でやっていけるようになるんです。直線的に能力が上がるんじゃなくて、こう放物線のようにぎゅーっと一気に能力が上がっていく。そこが東北大学に入って勉強をして研究室で研究をするっていうことの多分一番のメリットだと思います。自分がやりたいことが幅広く選べるコースですので、きっと何かそこで自分が没頭できるものを見つけられれば世界的な研究者にもなっていけると思います。